MTVR はアメリカ合衆国のおしこし社で開発され、アメリカ海兵隊とアメリカ海軍で採用されている6六輪駆動、積載量7トンクラスの軍用トラックシリーズの名称である。MTVR は M9395 トントラックシリーズの設計をベースとして発展させた六輪駆動のオフロードトラックで1998年から実戦配備された。 7トントラックと言われるが、これは、オフロード条件での使用を表した数値で、舗装道路上では、約2倍の14トン程度の積載量を持つ、大型のトラックである。M939A2 シリーズと同様に、タイヤ空気圧自動調整システムを標準装備、している。キャブ部分には、機関銃、リングマウントを標準装備しており、マクタグス、 マクタグス R を装着して運用されるケースもある。2009年にアフガニスタンに派遣された車両では、キャブ部分にプラサン社で開発された走行パッケージを装着し、対イアイド用の妨害装置を装備した車両が多く見られた。MTVR には合計12種類のバリエーションと同時に開発された牽引用トレーラーがあり、アメリカ海兵隊では、 M777-155mm 榴弾砲の、牽引用途のほか、燃料や飲料水の輸送、兵員輸送、物資の輸送など、幅広く活用されている。エクストラロングホイールベースの車両では、TU サイズのコンテナを搭載可能である。2004年、2005年のダーパグランドチャレンジに、出場した無人自動車である、テラマックスは、 MTVR をベースに開発されている。ありがとうございます。